それでは皆様、始めますよ。じゃあ沼田町開拓130年記念事業、はい、ココキャン北海道沼田町ホタルの里オートキャンプ場をただいまより開催いたします、はい、よろしくお願いいたします。では開会宣言を藤村さんからお願いいたします、はい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 、3年目で去年やってないんですね。沼田やってないんですね。でまあだから道内遠くからね、うん、いろんなところに我々行きましたけど、実は私ね一番気に入ってるキャンプ場はここなんですよ。やっぱりなんかこう見た瞬間に我々のこのココキャンのメンバーだけしかこういないっていうね、うん、まあそうですね、あの他の会場ではだいたい警察を呼ばれたりですねすることが多いこのココキャン。うるさいから、ね、やっぱり楽しいですから、うん、つい楽しいもんだから皆さんね。でいつ終わるんだっていうね、いつ私たちは寝たらいいんだっていうのがねあるじゃないですか。でもここは本当になんかこ う, そ う, そう我々のこのココキャンのこのメンバーだけの本当に楽園のようなイメージが本当に初っ端からあって、でまた沼田でねいろいろこうやってくれる人たちがすごい熱心で、なんかすごくだから居心地が良かったっていう印象があって、またここに来れたっていうのがね、うん、で残念ながら今年これ最後ですけどね、うん、いやー惜しい。あそう、ね、もうココキャンも意外と ね意外といやこうやって見ると早かったなと思って、そ う, です、ね、そうかもう俺たちあとはキャラバンかみたいなねこれもねキャラバン楽しいんですけど、ココキャンそうか今年で終わりなのかと思うとちょっとね、確かにちょっと寂しい、うん、寂しい。やっぱりこのキャンプ道具を揃えてね買えね皆さんね、うんうんうん、なんかこういう来るのが2週間に1回ね隔週でこう来るのがこの我々この HCB のねコンテンツ事業部の中で一つのもう仕事じゃない ね風物詩というか、そうです、ね、我々の体の動きの一部になってるような感じじゃない、リズムになってるじゃない、なんかこれでやっぱ俺らの夏ちょっと一段落しちゃうなみたいなね。あまあそうですね、うん、まあそれをなんかまあここに来ている皆さんもだん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 この3年目感じてきて、で今年ね本当に2年目までとは去年までとは全く違ってものすごい人数の方々が道外からもたくさんいらっしゃって、いやーなんかココキャンもどん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 なんかいや変わってきてはいないんですよ、なんかいい感じで人数が多くてもまとまってる、だからなんか我々の世界がちょっと広がってるような印象があって、私は本当にやってよかったなということで、ここ沼田町ではこちらのトマトジュース、これをビールで割りましてですねこちらの方でレッドアイで乾杯をさせていただきたい。これがねめっちゃうまいんですよ本当に。じゃあ皆様とりあえず今日から2日間、存分にこのもう属性とは離れたここで楽しみましょう。じゃあ乾杯、プレイボール。いやプレイボール、プレイボール始まりましたね。あうまいんだよいうまいんだよこれ今トマトジュース抜群ですからね、はい、じゃあ早速ですがここで沼田町の皆さんにお入りいただこうと思います。入っていただいて真ん中にね、じゃあ、はい、朝のその開拓130年記念ということで、はい、沼田町の改めてご紹介と、はい、キャンプ場についても秋山さんの方ご紹介いただきたいと思います、はい、お時間いただきましてありがとうございます、うん、開催地沼田町の、観光協会の高橋と申します、うん、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。観光協会の山中と申します、地域おこし協力隊観光支援として来ました。よろしくお願いします、うん、よろしくお願いします。はい、ここキャンプ場の管理人をしております秋山と申します、はい、よろしくお願いします。私の方から、沼田町の紹介と、あとですね、これから始まりますお祭り、そして特産品の紹介をさせていただきたいと思います。ありがとうございます。まず沼田町なんですが、藤村さんからもありました通り、大自然に囲まれてですね、本当に田舎なんですけども、キラリと光る、いろんなことをやっている町です。まず紹介したいのがこちらの、ヨウタカアンドン祭りなんですけども、今年は8月の23、24、北海道三大アンドン祭りの一つに数えられまして、沼田町、八雲町、斜里町のアンドン祭りがですね、北海道の、三大アンドン祭りとして数えられております、このまあのアンドン祭りなんですけども、北海道で唯一の喧嘩アンドンということで、でっかい高さが7メートル、長さが12メートル、重さ5トンのですね、巨大なアンドン同士がですね、本当に正面衝突でぶつかり合う、
はい、大迫力のお祭りです。その他にもですね、道内各地の、グルメがですね集結するふるさと特産品フェアもですね同時開催しておりますので、ぜひですね、道外からはちょっと難しいかもしれないですけど、いや来ます来ます、はい、来ますよねはいって言ってけばいいんだよ近い方で、まあ、札幌の皆さんも来てほしいんですけども、どうしても来れないという方については、YouTube ライブもですねやっております。リアルタイムでですね4時間ぶっ続けで生放送しておりますので、なんとなんと、そちらの方をご覧いただければ、アンドンというのはどういうものかというのを知っていただけるかなと思います。これ見たらですね逆に本当に来たくなってくる、来ていただければなというふうに思います。そしてですね、特産品ですね、はい、こちらの方、見ていただきたいんですけども、さっき藤原さんからもありましたけど、トマトがですね、沼田町ですね、とても有名でして、そのトマトを使った加工品、代表されるのがこのトマトジュースですね、はい、うまいですよ。そしてですね、これ食べたら他のトマトケチャップが食べれなくなるようになります。トマトジュースもですね、3種類あったりとかですね、はい、で、去年のですね、12月にできたばっかりのですね、カスタソースっていうのが新商品で出ました。なんかね、いろいろ種類ある、はい、3種類ございまして、トマト&ガーリックと、アンチョビ&オリーブ、そしてアラビアータ、ということでですね、3種類あります。これはですね、ただ茹でたてのパスタに混ぜるだけでですね、本格的なトマトパスタに早まるという感じでですね、本当に簡単にですね、本格的な味を楽しめるので、ぜひ、ですね、買っていただきたいです。で、こちらの方なんですが、受付で配らさせていただきました、オンラインショップの方でも販売しておりますので、本当に簡単に買うことできますので、ぜひ見てみていただければいいなと思います。いや、もう今買いますよ、皆さん全員。あ、本当ですか。はいって言っときなさいよ。言い方。沼田町なんですけども、今年130年、開拓130年を迎えまして、いろんな事業を、今年は展開してるんですけども、その一環として、HTB さんの、ご協力いただきながら、このコックキャンも開催させていただくということで、本当にこちらこそありがとうございますという感じです。ありがとうございます。アンドマトリーもそうですけども、来週はですね、今度はマラニックっていうあのマラソンとピクニックを合わせたイベントをやったりとか、マラニック。マラニック。マラニック。はい。7月20日土曜日、開催します。どういう感じの、ですね、長い距離で30キロのコースをゆっくり走りながら10個の営道を回って、そこにはですね、沼田町の美味しいものが全部並んでるんですよ。それを順番に食べながらですね、そうなの食べながら飲みながらゴールするときはスタートよりも太ってるというコンセプトの。でも30キロ結構あります、ね、あります、あります。それもう炎天から走ったら皆さんもうヘトヘトで、わわわわわ、1日何時間ぐらい、ですね、スタートが10時で、最終が、4時かな、あ4時間かかる、6時間、割と6時間だとあれだよ早い、割とね、我々、ね、だってフルマラソンで60時間ぐらいですからねあ、それ30キロ結構ピッチ早い、ね、はい、割と早い、はい、あ、ごめんなさい、ゴール5時です、5時ね、はい、うん、でもそれも7時間かまあまあちょうどいいぐらい、で5時でシャットアウトなんで、ゴールできなかったら迎えに行きます、ね、なるほど、回収される、そんなイベントをやったりですね、いろんなことを挑戦しています、やってるんですね、はい、そして雪中米の方をちょっと紹介します、はい、はい、これ、はい、これ差し入れで、あの我々にいただきました、我々いただきました、はい、こちらの方なんですけども、雪の中のお米と書いてます。なんでかっていうと、沼田町はですね、豪雪地帯で、ここのキャンプ場もそうなんですけども、あの屋根が埋まるぐらいまで雪が凍って、そんなに行きますか、いや大げさでした、うん、そうだよねいやでもまあ軒先ぐらいまでは、軒先ぐらいまでは来る、来ります、はい、そんな沼田町でですね、厄介者の雪をなんとかしようということで、うん、雪を利用するとか言って離雪っていうんですけども、うん、雪を利用して雪のその冷たい、空気とあと湿度で、それでですね、うん、お米をですね、森のまま貯蔵することによって、うん、夏でも新米の味が味わえる、はい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 、そういうコンセプトのブランド米でございます。いや、これは、はい、これは楽しみ、ふるさと納税でも本当に大好評でですね、もう今年、もう早いうちで去年の本当に年末ぐらいにもうなくなっちゃって、そう、募集停止して、それで新米の今、先行予約もしてますので、先行予約やりますよね、はい、しました、はい、そうだよ、慣れてきましたありがとうございます。今年も年パスありますか、ありますよ、あります、はい、へい、これお差し入れでいただいたので、皆さん美味しく炊いていただければみんな食べます。やります、やります、はい、私、お願いします、今何合炊こうかと思って、はい、ぜひ
これやりますよ、味わっていただけない接中米、今日プレゼントまた違うのあるんですが、本当は皆さんに接中米配ろうと思ったんですけど、さっきも言った通りお米がなくなってしまいました。そんなに人気でっていうのもあるしね、はい、あ、じゃあ、はい、私が腕を振るいますから、はい、大丈夫です。よろしくお願いします、台無しにしてやりますから言い方美味しくね、美味しくやりますから、美味しくいただきます。あとその横にも雪名残随花という沼田町の地酒もございまして、地酒こちらの方ですね、はい、夜の皆さんのお楽しみ、ね、差し入れいただきました。ぜひこれはお味見しましょう、皆さんでね、はい、ちょっとずつ、飲んでいただければと思います、はい、あ、水性塩、はい、ほら、いきますか、こんな炎天下に置いておいたらいけません。そうですよ、もう下げたいですね。もういいですね。いいですね。あとで後ほど皆さんにね、ちょっとずつ、ちょっとずつね。じゃあちょっと長く喋りすぎちゃいましたんで、次ですね、ここのキャンプ地ですね、うん、今大改革をやってくれてる若い2人が、大改革いいよ。そのうちの1人がですね、今、来てくれてるんですけども、今去年一昨年ですね、こっちでやっていただいたここ沼田のキャンプ地とするということで、藤村さんの直筆のプレートをですね持ちながら今このキャンプ場を PR するということで、うん、バトンタッチしたいと思います。はい、おいっすよ、うん、頑張れよ、秋山さんです。頑張れよ。23歳です。若い。ちょっと高橋さんがすごいしっかりしたプレゼンをされるので、ちょっと僕今すごい緊張してるんですけど頑張って今日話していきたいと思います。はい、僕はですね、12月の1日に実はこちらに移住をしてきまして、約6ヶ月間ここに来てから経ちました。半年、はい、で来た時はまだ雪にまみれたキャンプ場だったので、うん、どんなキャンプ場か分からずに移住してたんですよ、ね、確かに確かに何も分からない。移住ってどこから？東京から、はい、移住をしてきまして、よく来たな。で、そうなんですよ。で、そうです。ようやく雪も溶けてきて、最近キャンプ場がちゃんと見えてきて、これはいいキャンプ場だなと。ようやく分かった。再確認できましたので、今日はその魅力をちょっとお伝えできればなと思います。はい、このキャンプ場はですね、全部で2エリアに分かれてまして、はいはい、メインのホタルの里っていう真ん中のエリアですね。うん、あそこが温泉から徒歩2分程度で着く、とても便利なエリアになってます。うん、中にはコテージ。カナダ製の10名まで泊まれるコテージと、あと250ボルトの電源がついたキャンピングカーサイトをご用意しています。ね、はい、で奥側川を囲むようにプライベートカーサイトと、車を横付けできるサイトが約30組ほど並んでいるようなサイトになっています。で、皆様がここにいらっしゃるこのエリアなんですけども、憩いの森というエリアでございまして、ここワンちゃんと一緒にキャンプができるエリアになっています。で、少し奥のそこがフリーサイトエリアというところで、5つ今サイトの種類を展開しているところでございます。はい、最初ですね、僕もコキャンってどういう方たち来るんですかとお話聞かせてもらったんですけど、うん、警察が来たぞと警察が来る人たちが来るのかちょっとどぎまぎをしまして、最初はあちらのフリーサイトだけだったんです、撮ってたの。ちょっと心配になったんで、こっちも、うん、そうですそうです、やっといた方がいいです。でもなんか見た感じ優しい方だったんで、確かにね、見た感じでしかまだ分かってない。優しいんですよ皆さん、優しいよね。ただ楽しすぎて騒いじゃうっていうだけなんで、そうですね。はい、ということで、今この30年ぐらい続いてるキャンプ場なんですけど、移住をしてからいろいろと改革を進めてまして、まず焚き火ですね、今までできなかったんですけど、焚き火をできるように許可を取りまして、今日からは焚き火ができます。やったそれで後で、あちらで焚き火を最後楽しんでもらう時間もちょっと設けてたりとか、あとそれに伴ってキャンプファイヤーですね、うん、大型のキャンプファイヤーピットを自作しまして、自作した、はい、今あちらにセットして、昨日初めて火入れを、昨日初めて全て勢いで進んでるので、いいよ、乗りと勢いでございます。でですね、最後3つ目に、その皆様キャンパーの皆様にお声掛けを毎回させていただくように、うん、安全管理のためにさせていただいてるんですけども、うん、その時にちょっと楽しんでいただきたいなということで、うん、あるものを作りまして、こちらがですね、今後ろに見えてるリアカーバーという素晴らしいものですね。楽しそう。今日夜ね、開店するんだよね、これね、はい、こちら今日開店させていただきます。はい、中にはオーガニック食品ですね、子供と家族に優しいキャンプ場にしようというコンセプトで、はい、オーガニックのお菓子と、あとは調味料と、あとそうです、ビールとか
いろいろなものをちょっと販売してますので、ぜひ皆さん後でお立ち寄りください。いや、いいですね。これはあれなの？お金、現金だけなの？現金とペイペイ。あ、ペイペイ。素晴らしい。今時だね。いいですね。ペイペイです。もううちの連中ただ酒に慣れちゃってるもんね。やっぱいいですよ、こういうのが一個あるとね。そうですよ、有料だからね、みんなね。お金もあるね。楽しみ。はい、そんな感じでですね、やっぱり最後一つの特徴としては奥のところでホタルが見れるというところだと思います。はいはい、今日も8時以降からホタル観察会という時間を取っております。昨日も僕に確認してきたんですけども、だいたい900匹ぐらい今ホタルが見られている。結構いいんじゃない。本当にピーク真っ盛りと言ってもいいタイミングだと思うので、すごくいいタイミングに集まれたなってちょっと個人的に思ってました。2年前もね、しらーっと飛んでましたよね。結構飛んでたけど、900も飛んでなかったよ、ね、すごい嬉しいです。あれ、じゃあ8時以降に。そうですね、8時以降はちょっと見学会みたいな感じで、はい、行きましょうよ。お風呂行きがてらとかちょうどいいと思うので、みんな行きましょう。行きましょう、行きましょう。最後にですね、僕が今最初に6ヶ月前に移住をしたんですけども、その6ヶ月後にですね、あの佐々木孝光君って右側の男の子ですね、この大学からの親友なんですけども、一回仕事で別れてけど、どっちも辞めて移住して今キャンプ場やってたり。彼も移住者です。でちなみにこのリアカーバーなんですけど、彼今まであの魚さばきのお仕事したんですよ。で全然木材とか触ったことなかったんですけど、まさか1週間でこのリアカーバーを作ってしまった。なるほど。いや自作感満載だったね。アマゾンで3枚のリアカーを買ってなんとか。あ、下の部分は、ね、安いやつで、あとは 2x4 材でね、あれちっちゃってね、もうちょっとあれ多分なんかもうちょっと塗った方がいいよあれ。私たちは家を作ったことがありますからね。失礼いたしました。途中までね、はい、で左側 の女性の方も実は移住をしてきてくれた方で、もともと札幌で管理栄養士のお仕事をされてた方なんです。札幌から、はい、札幌から移住をしてきてくれて、で今たまにお料理教室をキャンプ場で開催して、管理栄養士の男キャンプ飯っていう題名でちょっとワイルドに栄養を取ろうという食事を作ってもらってます。いいじゃない、ちょっと移住してくれる人が増えてきてる中で、こういうキャンプ場を盛り上げていこうと頑張ってる最中でございますので、皆様これからもよろしくお願いいたします。ありがとうございます。よし、パリした23歳ですね。ありがとうございます。前は働き手がいないだなんだって話がある中で、ここまで人を引きつける魅力、あるんだね。あるんだね。素晴らしいんだなって思っちゃいました。いや、このキャンプ場がまずいいからね。これやりがいがあるキャンプ場だもんね。私が本当に悪いけどベストワンと言っちゃった。いや、私はそう思ってました。はい、わかりました。じゃあそんな沼田町観光協会さんとキャンプ場の皆さんから、まず参加者プレゼントとしてご用意いただいたものを、サイト1サイトごとに、実はトマトジュース味3つ飲み比べられるセットと、なんと急遽ですね、あの日帰り温泉平家の宿さんの入浴券追加していただいたので、入浴券はお一人一枚くださることになったので、それを皆さんに差し上げたいと思います。まずあの高橋さん、その3種飲み比べ そのトマトジュースをですね、ちょっと簡単にご紹介していただいて、こいつですか。そう、それ3種類入ってます。見てください。やっぱ5000円。すげえ。え、そんな入ってんだ。すげえ。うわいくらするんだろうね。ある程度すればしますよ。これ高級でございますが、上からこれですね、カエンタイプちょっとだけお塩が入ってます。はいはいはい。で真ん中の赤いのが一番スタンダードの、食塩無添加、で最後の金色のやつ見ての通り豪華なんですが、こちらがプレミアムとなっておりまして、でこちらの上の2つはですね、沼田町で作っている夏の旬という加工用トマト、加工に適したトマトですね、それを使ってあのケチャップやトマトジュース全部作ってるんですけども、このプレミアムはですね、それに、生食用の甘いトマトをブレンドした、さらに飲みやすくなった甘いですね、甘いトマトジュースになってございます。はい、ちょっと飲み比べはいいですね。そうですね、確かに。これを、まあビールに全部入れて飲んでもいいですし、じゃあこれ1サイトにこれを。そうですね。うわ、素晴らしい。
本当はですね、さっきも言いましたけど、お米を皆さんに味わっていただきたい。もう今回はちょっとですね。いや、2年前いただきましたよね。今日藤村さんが美味しく炊けばいい。炊きます、私が。私がやりますから。ということで、はい、今から各サイト代表の方来ていただいて、藤村さんからトマトと、はい、この重いやつ、で店長から入浴券を渡して、入浴券、あ、はい、逆だな、人数いて、店長から入浴券、トマトジュース、うんうん、はい、そしてこの後ご紹介するんですけど、はいはい、もちろん抽選会あるわけですよ、はいはいはい、そんな参加者プレゼントだけなわけがないじゃないですか。沼田町ですよ、ですよ。抽選券も一サイト1枚持っていってください。はいはい、代表者の方に来ていただいてね。抽選券はじゃあおんちゃんの、ね、あ、じゃあおんちゃんこっちおいで。いや、これはすごいね。これすごいと思う。飲み比べたい。いや、飲み比べたい、ね、俺も。これは。できたらね、冷やしたらもっと美味しいんだけど。あ、そうですね。今ちょっと常温なんで。あ、じゃあ、加工用のトマトをたくさん作ってるんだ。はい、そうなんです。加工用トマトをですね、今、生産量を日本一を目指してる。あー、なるほどね。はい、あの普通 のトマトじゃなくて、土地栽培で本当に下になってる。あー。ハウス栽培とかで。それを下に使ってるんです。なるほど。これは珍しい。はい。おいしょ。はい、じゃあサイト代表の方、店長側からどうぞ。はい、まずは店長から人数言っていただいて。人数言ってください。何名ですか？サイトの代表者です。何名ですか？1です。はい、参加者プレゼントです。おいしょ。あ、重たい。重いよ。重いよ。重いよ。よっしゃ、いや重いぜ。トマトジュース飲み比べセット、鳴海温泉平家の宿、4月13日まで夏休み、すごいよこの量、入浴券、入浴券も差し上げます。こっちは箱を押さえててあげて、ギュッと回してやる。そして最後に抽選券受け取ってくださいね。ほいよ。はい、はい、はい、参加者プレゼントは1サイトごとにトマトジュース飲み比べです。沼田の美味しいトマトジュース3種類入ってワンセットになっています。はい、どうも。食塩が入っていないもの、おいおいおい、そしてちょっと甘いトマトが入っているとさっき言ってましたプレミアムの3種です。いや、プレミアムっていうのはどういうものなのか、飲んでみたい、黄色。おいしいですね。7月13日まで入れる入浴券を皆さんに1枚ずつです。日帰り温泉平家の宿入浴券も差し上げています。野球場でビールみたいに。さあ、1枚あるよ。はい、さあ、小さい紙が1枚ずつ入っています。はい、はい、これアルファベットですか？数字です。数字ですか？数字。皆さん数字がね、書かれていると思いますけれども、それは見ていただいて結構ですよ。1が1等とは限らないですよ。1等とかないですから、別にね。そう何かが当たる。何かが当たる。景品のご案内をいたしましょうか。景品をね、はい、もちろん豪華よ。もちろんそしてもちろん年パスあるから、ね、それは豪華。当たり前ですよ。本当の意味でね、さっきの秋山さんたちじゃないけど沼田町のファンがね、はい、このココキャン参加者から生まれてほしいっていう願いですよね。完全にファンですから。そうですよ。もうそのうち住民票移すから。まずですね、はい、あら素晴らしい、うん、ホロシン温泉ありますね、うん、はいはい、こういったとこね、はい、ペア宿泊券ございます。いや、これこれ、おい、素敵ですよ。ペアですね。ペアです。一泊二食。そうです。ほら素晴らしい。ペア宿泊券もう入ってます。入ってます。お、素晴らしい素晴らしい。ペア宿泊券、はい、これ一つ一本です。一本来ました。誰かありますよ。もちろんです。そしてですね、沼田町化石体験館あります、ね、あのアミューズメントパーク、アミューズメントパーク、もうこちらの年間パスポート2本、2本もあるの。よし、いいぞ。2本もあるの。今年は年パスが2人出ちゃう。うわ、入り放題ですね。入り放題。1年間もう1年間化石館出入り自由。自由。冬やってませんので。冬やってない。冬やってないんですよね。あそこなんか体験館入ると何か作ってなんかもらえるみたいなのありますか？ですね、ミニ発掘体験のキットがあるんですけど、あります。今ですね、このコロナの後からずっとちょっと中ではできないようになっていて、お土産で持って帰って でもお土産一個一個つくんですもんね。お、はい、ありがたい。
これ2本うん、2本も連発が2人いやぜひね本州の方に当てていただきたいねえ仲間が欲しいな、ね、そうだねうちの横山町長がちょっと見えられたおそうですかじゃ町長のご挨拶をしてからの方がいいんじゃないですか町長ぜひぜひぜひ今日来ていただけると横山茂町長あ町長どうぞの入場でございますどうぞこちらの前に前に前にいえいえいえ素晴らしいキャンプ場と今沼田町の紹介をいただいたところでした、ここです、ここですここあそこはマイクになってますんでこんにちはこんにちはありがとうございますえなんかご挨拶いやもういきなり喋るんだそうですよ、はい、ありがとうございます今日はようこそ沼田町も、ホルシンの里、はいオートキャンプ場にお越しをいただきましてありがとうございます、うん、こちらこそありがとうございます皆さんを出迎えるためにですねあの雨は、止めておきましたんでねそうですか大丈夫ですか明日何とぞ楽しんでいっていただければと思いますどうぞよろしくお願いしますには天気を左右させる力も持っているすごいなすごいなありがとうございます力持ってるおい、うん、では続いてはいいいですか、はい、抽選会あのまだまだございますよ短くてよかった素晴らしいきっとこれ秋山さんがお詳しいのかもしれませんけど、はい、まだありまして、はい、キャンプ場のコテージ宿泊券これ降りたところはいさっきおっしゃってたそうです、ね、10名まで温泉まで2分のところそれちょっとパネルはないですあないんだ、はい、あないんだこれもなんとお二組やるマジでキャンプ場コテージ宿泊券2組分ごとあれこれな何人泊まれるの最大10名まで10人泊まれるのすげえおすごい素晴らしい1個1棟貸し切りみたいなことですよね。そうですね、コテージごとね。コテージ。素晴らしい。これは素敵ですよ。これは二つ。そうです。ぜひ本州のやつに。まあもう一回来てほしい。あ、来てほしいですもん、そりゃ。そりゃそうですよ。わあ、すごい。そしてですね。はい。さっきこの。大丈夫ですよ。屋台、あのリヤカーありましたね。はい、うん。リヤカーの方であのオーガニック食品のお話、はいはい、言ってました。そのキャンプ場おすすめのオーガニック食品の詰め合わせをそうなんだこのサイト様に、はい、なんかこのポテトチップスとかが書いてるからオーガニックなんだろうなとオーガニックへーこれだから沼田町うぬかのではなくてっていうことでしょなくてなくてそうですねあの中野の地域おこし協力隊の方が仕入れをしてくれてる、うんはい、ねえ今日もいらっしゃるんですけどあそうですか、はい、それはおおあの彼がねそうです、はい、これはちょっとね面白いと思うんだよねそうですねオーガニックなんだ、いやこれはちょっとねなんか興味深い興味深いどんなものがあるんだろうっていうねなんかいろんなもの入ってますよすごいこれこれ袋2つ分あ、なたね油なたね油すげえいやこれめっちゃいいじゃんこれ高いね高い袋2つ分だね岡崎で作ってます愛知県の、ね、愛知県レモンサイダーレモンサイダー日本中のオーガニックな日本中のあれですこれ広島ですああ素晴らしい素晴らしい広島レモンだねあらこれ有機サイダーコーヒーもあるあらららららららこれ豊橋です私の地元のすぐ愛知県の豊橋これあ博多ラーメン博多風ラーメン風ラーメン博多風ラーメンを横浜で売ってますあさすがいや面白いですねいろいろねなんかあります、まだちょっといや楽しそうじゃないあこれなんかはなんかいいですねあこれは外国ですね外国ですねドイツドイツも環境先進国ですからねそうですそうですそうですオーガニックのものあるのあ紅茶ですかね、うんあらららららら、いや素晴らしい、うん、はい、こういった詰め合わせ一組が1サイト様ポン酢美味しそうポン酢も入ってる一式で、はいこれを1サイトそうですおこれちょっと楽しいね楽しい楽しいそして同じく詰め合わせが今藤丸さんこの箱に入ってる、はいはい、こちらが沼田町の特産品ですなるほど
これフルセットだね。これは沼田町の。高橋さんどうですか、もう説明足りてないものある？あ、この濃い口ソースってあるんですが、はい、香味さんっていうのがですね、それこそ愛知県の、愛知県の香味さんですが、沼田町のですね、農産加工場の指定管理を受けていただきまして、香味北のホタルファクトリーということで今やっているのにも、ね、そういうつながりの中で香味さんの製品を扱っています。へぇー、エビフリアーにかける。あら、これもやってる。そしてこれですよね、ケチャップ。こっちは皆さん持ってますか？当たりましたね、さっきね。さらに3本くれる。さらに3本。でもこのトマトケチャップはちょっと食ってみたいですね。はい、ぜひ味わっていただければと思います。そちらの詰め合わせも人サイト様に当たります。そしてこれも、はい、これも農産加工場の方で作っている、本当に手作りで作った。これ、はい、つまみありました。つまみ、はい、前回もあったお酒ありました。これね、面白い美味しさ。美味しい美味しい。これ、これはね、かぼちゃのぜんざい。面白いです。これは食べたい。これはよたか巾着。巾着の中に野菜がなんかちょっと入ってる ね、揚げの中に入ってるやつ。そうです、そうです。このフルセット、あとコーヒーですね。コーヒー、コーヒーね。これですね、雪町コーヒーっていうコーヒーなんですけども、あ、それも入ってる。はい、これですね、エチオピア産の豆ですね。それをですね、沼田町のさっき言いました雪室でですね、1500時間もですね、熟成させた。1500時間って言われても何日か分かんないもんね。もう何日なのか想像つかないんですけど。そこでですね、それを、焙煎したもので、非常に、美味しくてですね、これを納税の方でも非常に人気でして、ふるさと納税でね、いやいやいや、ふるさと納税やりますもんね。はい、やりますね。もう皆さんやるそうですから、大丈夫。大丈夫です。もうギュッと沼田の美味しいものが入った特産品の詰め合わせを1サイト様、セット、はい、ここまで今ご紹介した分で7サイト分、7サイト分、はい、で今日14サイトあります。14サイト、なんで7サイト、はい、あと7本は、うん、これ1本ずつこう、あ、新しいね。いいっしょ。いいですよね。いいっしょ。何本あっても、何本あってもいいんだから、君たちもらってるけども。そしてさっき高橋さんおっしゃった通り、登場したばかりのこのパスタソースも、これをね、実はね、つけちゃう、つけちゃう、つけちゃう、これをつけちゃう、いいしょ、これはつけちゃう、まあ、この組み合わせでもらえちゃう。これね、いろんな種類あるんですけど、一番最初呼ばれた人からこの種類を持ってってもらえますか。好きなの選んで、いや、好きなのっていうか、もうこれで、あ、こう選んで、順番、ね、後ろに隠して、隠しちゃう。アラビアータとかね、そうそう、ガーリックとかいろいろありますけれどもね、アンチョビとかね、パッとね、この中で一番高いのはアンチョビですか。あ、そうなん、アンチョビ分かんないよね、こうやって。いや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 、こっちから持っていけばいいだろう。こっちから ね、こっちから持っていけばいい。 それではお手元の数字が何に当たってるかを藤村さん、紙が今来ました。今来ましたね。じゃあ発表お願いいたします。はい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 、ちょっと待ってください。今ね、これはこれはあれですか、番号がどこにこいつは何ですか。ああ、そこってことね。これがこれとこれってことね。はいはいはい、ああ、なるほど、はい、なるほど、そういうことね、わかりました。さあさあ、ドキドキしますね。それではですね、全14サイトございますから、はい、で皆さんの番号でね、番号をお呼びいたしますから、はい、行きましょうか。それでは、1番、ナンバーワン1番の方、おお、おお、やりました。おじゃ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 、なんとですね、キャンプ場コテージ宿泊券、また一家で今度は、ぜひ。やりましたね。あった、道内でした。割と近いです、こんにちは。見て、あの、撮ったぞ、あちゃ撮ったぞ。この家族ね、実はね、去年、一昨年もあそこの、あの宿泊券当ててます。そうでしたっけ。すごいんです。引きが強い、すごいんです。じゃあ続いて、じゃあ番号順2番、2番は、2番は、はい、お、初参加。うん、おい、前へどうぞ。ういこれ、マトジュースと、いやいやいや、よかったじゃない、よかった。アラビアータ、アラビアータ、アラビアータ、いや、いいでしょう。はい、続いて
3番の方。3番。はい、前どうぞ。3番。あら、ちょっと待って。ちょっと待って。あれ。あれ。やったね、やっぱりね。沼田の大ファンにはね、沼田セット。やったー。いや、すげー。やった。これは嬉しい。これは嬉しい。いやー、そうですか。連発じゃないのかよ。いや、残念だな、悲しい。いや、これは素晴らしい。続いて、4番の方ですかね。はい、4番。お、小園さん。はい、もうマスターがね、歴代いろんなもの当ててますから。今日は何を引き当てたんだろう。ちょっとちょっと。すごい。そうですか、私順番通りに行ってますからね。さあ、来た。トマトジュース。あなたにはトマトピューレを。いやいや、ぜひ。おめでとうございます。続いて、5番の方。はい、5番。おお、5番。来たね。さあ、何かな。いや、それでしょ。はい、これです。おめでとうございます。トマト。トマト&ガーリック。あ、いいね。美味しいね、ガーリック。いいぞ、いいぞ。じゃあ続いては、6番の方。6番。お、初参加。初参加。初参加の方にはね、うち優しいですからね。優しいよ。ある程度操作はしてますから、これね。忖度忖度。してないです。これ持っててください。大盛り行く。これはぜひね、向こうでも売ってますけどもね、夜これに持ってきてください。みんなで食べましょう、ね、続いて7番、はい、ラッキーセブン、アップ君。アップさん、アップ君は、いやいや、うん、これだ、はい、皆さん助かりますじゃないよ。アンチョビ、アンチョビ、アンチョビ入りました。アンチョビ入りました。続いて8番の方、はい、8番。お、マスター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 、どうぞ。マスターどうぞ。アンチョビ、アンチョビ、アンチョビ。もうね、マスターまでになるとね、抽選会でいろんなもの当ててるから。さあ続いて9番ですかね。9番の方。9番。お、ご家族で。何かな。ぜひですね。コテージに。いやー、近いから、あそこも近いから。いやー、本州勢に当たらなかったな。みんなで泊まれる。はい、泊まれる。じゃあ10番の方。10番。お、小野さん来ました。来ました。ありがとうございます。まさか。あー、温泉。また道内の方に。なぜかまだ化石感が残っている。おー、あれ、年パスが、年パスが、いや、年パスかトマトジュースかっていう、ね、あ、どっちか。さあ行きましょう。どっちが当たるかな。今10番まで行きましたね。11番の方。お、はい、さんか。さあ、どっちかな。来、はい、ました。アンチョビと。よかったじゃない。大阪から来て、あと残ってんのは、残ってんのは、いや、もう年パスの方が。12、13、14。さあ、行きましょう。続いて12ですかね。12番。12ですね。お、来た来た。こちら本州から。いや、もうね、いやマスター5ですから。マスター5、2人ともマスターですから。マスター、よかったね、ぜひ通ってください。年パスをいただきました。おめでとう。やりましたか。そこさん入り放題、入り放題、道外から参加です。ありがとうございます。まだあります。さあ、じゃあ13、14の方、あと最後は13と、あ、でももう道内ですもんね。まあそうですね。じゃあ13の方。はい、わかりました。13の方。何ですか、パスタソースは。アラビアッタ。ピリッとやりますやりましたね。やりました。さすがやっぱり長いことここからやってると年パスですよ。こんな嬉しいですよ。嬉しい。あった。毎回沼田町に毎日来たっていいんですから、ね、毎日来れる。冬期間やってないって言うんですから急がないと思う。
き倒さないと思うね。以上で、はい、この素晴らしい抽選会終了となります。あの本当観光協会の方、そしてキャンプ場の皆様、町長もありがとうございました。ありがとうございました。トマトジュース飲むことないと思う。でもこの飲み比べは楽しみです。絶対やった方がいい。いいですいいです。みんな飲んでみてください。はい、もうとにかくね、ビールと割ったらね、まあ、とにかく最高で、ちょっと飲みすぎるんですよ。飲みすぎですね。これは危ない。私もう2本開けてますから。やめてください。さあ、じゃあ最後にこの会場でご用意いただいているアクティビティの紹介をして終わろうと思います。はいはい。メニューとしてはテントサウナ、クラフトワーク、あとアンドン塗り体験、アンドン塗り体験、そして夜はホタルってことになってるんですけど、どうですか秋山さん、ちょっと補足していただけたら、サウナ何時からとかある、はい、テントサウナはですね、はい、あの今回雪を4トンご用意いたしました。4トン来るの？実はあの影のところに今隠れてる。隠れてる。そうなの？いや俺それを楽しみに来てるから。いや今年ねえのかなと思って。はい、あるご用意してますので。あれ水風呂死んじゃうから。2秒ぐらいしか入ってられないから、ね、いや俺今日一昨年やった時5秒無理だったの。4秒だった。無理無理無理。すごいんだから。冷たい。ただもう癖になる。あで俺ら最後水風呂だけ入ってたもんね。なんかおかしくなっちゃってさ、たまんなくなっちゃって。いや素晴らしい。ここのやつは体験してほしい。本当にテントサウナもこの後すぐ、はい、もう煙上がってましたもん。木工クラフトワークショップっていうのはどんな感じでしょうか。はい、そうですね、あのバターナイフ作り、木の方から削ってナイフを作るという体験を、はい、実際にやっていただきたいと思いますので、ね、あ、スプーン作りもですね。おスプーンもね。藤村さんずっと使ってますもんね、沼田で作った。あれそうか、そう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 、あれ沼田のやつか。そう、俺もずっと使ってるんですよ。スプーンね、いいっすよ。いや、かっこいいよ。かっこいいかっこいいかっこいい。これやりましょう。おい、やりましょう。金子のワークショップは深夜です。深夜とりあえずワークショップはね、あそこでやる。で、ハンドン塗りがあのこう、はい、やりましたね。先ほどあのご紹介させていただきましたこのヨウタカアンドン祭りなんですが、はい、これの使ってる色をですね、私がちょっと描いた下手くそな絵なんですけど、それ旗にしてますんで、それに着色、自分の好きな色塗っていただいて、はい、でお土産に持って帰ってもらいます。ぜひ体験していてください。それもどこでやるんですか。あそこの緑の、はい、カープのところ、うん、はい、いいじゃないですか、はい、それはもう終わったらすぐぐらい。終わったらすぐぐらい、はい、はい、大丈夫です。ありがとうございます、はい、じゃあサウナに入って、うん、裸のおっさんたちがアンドンの中そしてリアカーバーでオーガニックビール飲んだんです。バーは何時から。バーも適当に、常に常にですね。参加者プレゼント、そして抽選会、キャンプ場でご用意いただいたアクティビティの紹介とやってまいりました、うんうん、あの改めて となりますが、今回のココキャン北海道沼田会場は、うん、沼田町開拓130年ということの記念事業でやらせていただきますので、皆さんいろんな形で沼田町を味わったり、体験したりして、1泊2日、そして連泊の方は2泊3日楽しんでいってください、うん。